あれが悪いみたいな。なんかあの Wi-Fi やけない。いや、うちに帰ってちゃんと宣伝しとく。帰ってくるよと。じゃないと私申し訳ないなと思って。だってさ、ハワイアンスタイル福岡で、いや、まずハワイアンスタイル検索したわけ。ただ全然ちょっと違うのが出てきて、で、なら福岡で検索しようと思って検索したら、ちょっと一番出てくる。びっくりしたもん。ちゃんとしときます。おむつケーキもやってますね。いや、だからおむつケーキもさ、ヤフーですね。もうあのヤフー、まずちょっとヤフーから、ヤフーショッピング、はい、でズーズーサール、ちょっとお店の名前がちょっとまた違うんですけど、うん、ズーズーサールっていうショップで、ブーブーカール、はい、それであのベイビーカールじゃなくてブーブーカール、はい、ブーブーカール。でちょっとブーブーはどうしてる？ブーブーはちょっとあのもう一人一緒にあの仕事関係一緒にしようっていう人が車屋さんなんですよ。あ、それとカールは美容室でブーブーカール。あ、ブーブーとカール、あー、なるほど。ブーブーカールっていう、なるほどなるほど。オッケー。あの一緒にやるけんね。そうなんです。でおむつはもうあの、6月から全国あの販売に。すごい。もうすでに100個注文が入ってる。すごいよ。すごいですよ。100個もどうやって作るの？いや、もう総出で作ります。で、あとはあの、障害者の方とも一緒に、うん、そのおむつをロールで巻きながら、その障害の人たちにも賃金がこう発生するような方向に持っていきたいので、それを今ちょっと障害の人たちにそのおむつケーキの作り方を、うん、今ちょっとずっと教えに行ってるんですけど。へー、それプレリリースしよう。でもそれがこうちょっと6月からうまくいってきたらですね、流れが出たらですね、どんどんこういう風になってくるでしょうけどね。とあと、そずれでちゃちゃちゃっていう、うん、あの雑誌があるんですよね。あの赤ちゃんの、うん、がいる子供さんのお母さんたちが見るフリーペーパー、それのインターネットがあるんです、うん、そこにもうちの店とそのブーブーカールのいろんなその、まあ、デザインのお店ケーキ、それをまたそこに出すようになったんですね。すごいね。なんかちょっとえらいこっちゃって感じですけど、えらいことになります。それ何、手掛けて何年ぐらい経つ？いや、まだ去年ぐらいから始めたから、最初ほら人の贈り物から始めたんで、うんうんうん、その人が喜ぶやろうっていう思いで作ったのがきっかけですね。で、風船とかそういうのからつけるのは、あの風船の世界チャンピオンになった人がいるんですよ、うん、しかもその大黒流れで山田さんが関連で、そっちからもう風船とかも仕入れをできるようになって、その